はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、散歩けの実況していきたいと思います。今日はですね、近況報告だけかな。バーガンさんのね、イベント今日までですね、確かね、6月7日までなので、皆さんね、忘れずに、と言っても多分この動画が上がる頃には多分イベント終わってそう。まあね、この後すぐ上げてもいいと言えばいいのですが、がしかしですね、国力がもうちょっとで24になりますが、で確かね、国力の上限が引き上げられて今35ぐらいまでいくんですよね。どうなんですかね、国力ね、いまいち私ね、恩恵をね、もうここまで来ると恩恵がちょっと分かんなくなってきたんですよね。確かでもあるんですよね、ちゃんと国力の恩恵はあったはずなんですけど、もうね、当時の記憶がなくて、なんかあるはずなんですよね、国力の。何かがあります。なんだっけかな、本当忘れちゃったんだけど、何かあると思うんで、はい。派遣は、まあでもアイテムもね、こうやってもらえますからね、武具のかけらももらえるん でそこまでね、資金かかったりする感じはしないから、まあ、出しとくに越したことはないということでね、皆さんもね、ぜひぜひ。というわけで、イベントなんですけど、あと7時間なんで、今日で終わりですね。今日の14時かな、そうですね、14時までですね。私ね、実はね、ちゃんとコンプしておりますので。で、そろそろね、ジョフ陣やろうかな。まあ、これは裏でやりますけども、一応鬼級とかまでやってるけど、全然でも、それしか動画用しかやってないっていうかね。なので。で、今ね、ほうとうさんのね、やつやってますね。ちょっとイベントね、優先でやってたんで。ほうさんもうちょっとですね、例えば前編しかないんでね、サクッと終わると思います。で、それが終わったら、あとはまたランク上げとか、まあ、デイリーとかやりながらって感じでございますかね。で、一応あれですね。バガンさん終わりましたよ、証明しときますか。あ、大丈夫か。さあ、ここね、一応ね、要望を出しときましたけどね、アンケートで。どうなるかな、ここ。やっぱね、この表示がね、これはちょっとね、若干、ちょっとね、待ち時間が長くなってきましたからね。もうね、育成もしていかないとね。そう、あれ、加工デッキ、ああ、そんな名前、初心コードだよね。レベルはマックスじゃないからね。今、初心コードの方で見てるからね。まあ、育成もちょっとしていきたいかな、また。月期のレベル80の検証。いや、でもな、今もうレベル90まで上がるからな。そこで結構悩ましいですね。まあ、星5、星4とかもね、結構上げていきたいんだけどね、進行のね。あ、で、まだ、絆が足りませんが、出ちゃうけど。足りるか足りるんだね。だから序婦人は多分、しっかり、多分ね、鬼級とか上級攻めていった方がいいのかな。やれば多分ね、全然、前もね、いけたんで、もらえる価値だけで、多分マックスにできるはずですね。で、バガンさんですね。どこだ、バガンさん。いた。はい。バガンさんね、こちら、進行度マックスになっております。というわけでね、イベントもね、達成しました。完璧。しかもね、超人とかやり損ねたのはね、ちょっとね、悔やまれますが。あれはね、ちょっとね、睡眠時間が噛み合わなかったね。てか、やっぱ、起きてる時にやっときやがったってやつでしたね。ね、寝て起きてからやろう思ったら、思った以上にね、過ごしちゃって、やっべーみたいなね。間に合わねえ、みたいな、ちょっとからね。それね、しっかり、みたいなね。いやーね、もう、星3軍団をね、絆マックスにしていくっていう、これがね、もう楽しくてしゃあないんで、ほんとね、ガチャをね、ガンガン回していきたいところですよね。いや、もうほんと、結構、星3はね、もう着実に終わってきてますからね、これね。素晴らしくないですか、この埋まりっぷり。すごいよね、だって星3残りあとだって、1、2、3、4、5人。5人どこ行った ?5 人目。よし、4人 ?4 人マジで、この4人だけ?シュレイ、ガッサイ、カント、ゴケイさん。4人だけか。すごいないですか、これ。ね。気づけばここまで来ましたね。3ポケ版。素晴らしい。で、対戦版の方もね、だいぶ、まあ、まだ対戦版はね、間空いてるし、あとそもそも諸葛金っていう、諸葛金がやばいな。
諸葛亮本当に弾けんのかな。まあ弾けるんだろうな、うん、そっからだから大変だよね、うん、なるべく早めに弾いていきたいんだけど、どうなるかな。うん、で結構このまだマックスになってないメンバーの中でもね、結構多分リーチ勢もいると思うんで、ほんとね一気にパパってまた埋まる可能性があるんで、これはねたまらんですね。うん、で星2以下もね着々と埋まってるんで、うん、そろそろゴリいける、ゴリマックスにしたいんだよな。ここ手動なんですけど、完全に800惜しい。900いったらマックスできますね。うん、惜しいですね。でね、副賞も上げたかったんだけどね、ちょっとね、2人がそろそろ副賞レベルマックス作りたいんだけど、レベルじゃない、新コードマックス作りたいんですけど、あの星3以外でね、星5の新コードマックスを作りたいんだけど、まあ、多分あれかな、うん、前回はねちょっとアンリンちゃんのギンギーちゃんにね注いじゃったんで、また調整していかないとね。うん、でもちょっとですね、もうちょっと我慢すれば超量ゴリがマックスになるので、うん。だから対戦版は引いていくしかないから。で、星1でね、ここから3ポケ版の星1を上げていくのが、逆にこれが結構また次の課題か。なかなか多いですけどね。で、対戦版の星1はソモを残すだけですからね。いいですね。ちゃんと外堀からやっていく感じ。うん。いいですね。で、ね、獲得武将もね、もしもっとね、コンプしていきたい、コンプしていきたいので、あれですね、あるもんでこれでもんですね、何を言ってるんだって感じですけどね。そうかな、まあ猛牛でも猛牛ね特殊なんですよね。やっぱできればね群雄推しとしても、できればね猛角の方がいいかなってとこあるんだよね。能力がやっぱりあの単純にね群雄補正の火力が、まあ、一応高知の号であるんだけど、火力上昇小だし、まあ、防御は防御というか相手のダメージはあるのに防御系なんだけど、うん、まあバフ系か、いやでもどちらかというとデバフなのかあれ、うん、なんですけど、やっぱねこの核攻防とかこのシリーズがいいんでね、構成、うん、単純にこれがいいと思うんで、構成持ち、うん、で構成持ちって、あ、でも格好も構成持ちか。そうだね、最初に出た、最初のシリーズのやつが構成なんでね。うん、できれば構成の方がいいかなと思って、だんだんこう構成軍が欲しいかな。だからやっぱ猛角引きたいかなと思うんでね。なんなら、ちょっと引き方しちゃう？うん。これもね、ほうとご婦人引いてないんだけど、まあ、超ステイちゃん引いちゃったからね。なかなか悩ましいですね。副賞ガチャ定期的にやってもいいかな。というわけで副賞ガチャもやっちゃおうかな。うん、なんか何もないと寂しいかな。じゃあバガンさんマックスになったよって、あ、そうバガンさんのサムネ撮ろうか。サムネ撮るかい。何もなし、上満水、はい、お疲れ様でした。まあしゃあない。対戦ポイントガチャはねこの間回したんで、まあまたね、じゃあこれちょっと猛角引きに行こうか。さあ、お、夜だよ。何もないね。何もないね。桜もない。杏仁ちゃんもいない。でも、まあ、星4以上は確定して、あ、そうか、そうか、最低保証があんのか。あー、星4が2人か。もう角は出ない。ガシガシ。お、いいね。多い。なんとかマックス？あ、じゃないか。全然か。ライオさんがマックス。はい。さあ、ここよ。星4で持ってないと確かいるよね、誰か。シン君。だって誰かしかいたような気がするんだけど、諸葛角。隠しはマックス。できればね、星3は隠しマックスじゃないところが、あー、マックスじゃないとこがいいなぁ。いいなぁ。いいよ、ガンタケ、ガンタケ、いいよ、ガンタケ。お、オインさん？リーチ。てか、ダブリスケ？コロン。なるほど。まあ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 、うん、こんなもんかなっていう感じですね。ほんで、そうそうそう、サムネどっちがいい？一応終わったよという証明ね。確かあれだよね、あの拡大というか、この状態でいけるかな。そこの進行度マックスってなってるからここでいいかな。ダメだ表示されねえ待ちましょう。うん、
や、この待ち時間はちょっと気になるところだよね。バガンさんが表示されたら行くよ。最後に来そうな気がするけどね。どういうロジックっていうかあれなんだろうね。かかるな。バリかかるな。来たー、着実に来た。よくわかるね、法則性で。あ、バガンさんラストやん。まあ多分入手順とかなのかな。はい、ここをサムネにすれば、こうじゃないね、かっこいい。この1個をサムネにして OK ってことにしておきましょう。はい、というわけで、じゃあ今回は終了です。お疲れ様でした。バイバイです。